どうも、怪談家のアミです。普段からですね、いろんなところでおしゃべりさせていただいておりましてですね、ありがたくいろんなお話をですね聞く機会もございまして、普段ですね、令和怪談というですね、小学校なんかの図書室に並べていただいているような、そういう怪談の本を書かせていただいているんですけども、これをね書くようになってとてもありがたいことに、お子様にまつわるお話とか奥様と一緒に体験したお話みたいなことを結構聞かせていただく機会が増えましてですね、とある主婦の方から聞かせていただいたお話なんですよね。旦那様がですね、お仕事出ておられましてですね、夕方5時ぐらいまで働いてそこから帰ってこられる、それまでお一人でご自宅で、子育てをなさってるんですけども、お子さんがね、女の子で今2歳だそうです。なのでちょっと言葉も少しだけ喋り始めたような感じで、自分で歩くこともできて、家の中をね歩き回ったり抱きついてきたり、すごく可愛いんですけども、これがね、旦那様がいらっしゃらない、この8時間から9時間の間ずっと2人きりで過ごすっていうのは可愛くもありちょっと大変なこともあるそうですね。自分のことをちょっとやりたい時間なんかがあるとですね、さてどうしようかなみたいな感じでちょっとおもちゃを与えて、キッチンの方に行って、昼ご飯の支度を始めたりとか、そんな風にしてるんですけども、目を離すタイミングというのはちょこちょこ添えてあるらしいんですね。そこのご自宅っていうのが、借家といいますかね、一軒家のようなものをですね、賃貸で借りて住んでおられるんですけども、その時もね、おもちゃで遊ばせてる間にご飯の準備をしようかななんてキッチンにいたそうです。するとキッチンにいると、なんとなくあの子がおもちゃのあたりから姿消したなっていうのが、もうキッチンから見える場所なんでわかるんですけどもね、あれどこ行ったんだろうなんてパッて横見ると、そこから横を見た先っていうのは洗面所がありまして、洗面所の先にはお風呂につながるドアがあるんですよね。このお風呂につながるドア、これ結構築年数が古いっていうのもあってでしょうかね、ガチャってお風呂場の中側に向かって開けるタイプのドアなんですけども、下半分がまあ塞がってるような、あれ何色っていうんですかね、グレーというか、そういうグレーの色のもので塞がってて、上半分がすりガラスになってるような、そういったドアなんですよね。そのドアの前で娘さん、ドアの方をじっと見上げてるんですね。で見上げて突っ立ってるから、その後ろ姿を見ながら、あの子は一体何やってんのかな、あんなところで、なんて思ってると、娘さんの後ろ姿を見てると、どうやら娘さん後ろから見ててもね、この顔の動きでなんかこう左右になんかこうやってるんですよね。やってるのがわかるから、何やってんのかななんて見てると、どうやらこの左右の動きに合わせてすりガラスの向こう何か動いてるように見えたんです。であれと思ってよく目を凝らしてみると、その子が首を振るタイミングで上のすりガラスを見ると、誰かが横切ってるんですよ。それがね、何度も何度も何度も繰り返されて、それ見た時にびっくりしまして、もちろん浴室ですから通り抜けるようなね、出入り口が浴室の中にあるはずもなく、そんなところを見ながら、うちの子は何やってるんだろう、怖くなってですね、こっちおいでこっちおいでって言ったんですよね。するとその子、聞こえてる距離だとは思うんですけども、こっちのことに気にせずずっと見てるんですよね。ずっと見て、しばらくこっちに戻ってこないで、自分の判断なのか、急にタッタッタッタって駆け寄ってくるみたいなことがあった。どうしたの、大丈夫だった、何があったって聞いても、まあまだね、言葉を喋れないっていう、なかなか喋れないっていうのもあって、あー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 みたいなことを、何かを喋ろうとはしてるんですけど、それだけっていう感じで、はっきりとはわからないんです。浴室の方を行きまして、ドアガチャッと開けました。浴室側の方にドアを開けたんですけどもね、いつも通りの浴室、入ってドアの裏側見たんですけど、もちろん誰もいない、そうだよななんて思いながらガチャッと閉めて過ごすみたいなことがあったんですけども、子供だけじゃない、自分もあの人影見たから絶対何かあるんだろうな、そんなことがねありまして、そこからね
子供がたびたび洗面所で浴室のドアの方を見て立ってることがあるそうなんですよね。彼女には一体何が見えてるんだろうなんて思いながらも、自分も何かが横切る人影のものをはっきり見てたから、もしかしたら本当にそこに何かいるんじゃないかな。大家さんに話してみたんですね。そこで人が亡くなったとか、前の住人がお化けを見たとか、そういう話は今まで一切ないそうです。そんな日々を過ごしている最中、この日は午後だったそうです。子供がお昼寝をしてるんで、静かな部屋の中で一人でキッチンのテーブルに座ってると、カチャ聞こえてきたんです。浴室のドア開く音なんですよね。あれと思って浴室の方を見たんですよね。浴室側にほんの少しだけドアが開いてるんです。勝手に開いたんだ、そう思ってると、そのほんのわずかな隙間ですね、隙間があって、一番下この床ギリギリのとこですかね、男の人がこうやって顔出してたっていうんですね。すぐに引っ越しを決めたそうです。そんなお話です。クラブ DJ 怪談収集家の響です。この話は私の知人で、とある宗派で僧侶、いわゆるお坊さんをされている男性の方から聞かせてもらった話なんです。仮にこの方を Y さんとさせてください。この Y さんが、随分前のことなんですけどね、若い頃関東某所のとある大きなお寺で、修行僧、研修生みたいなものとご本人は言ってましたけども、そういった、形でそのお寺でお勤めをされてた時の話なんですよね。確か2015年ぐらいのことだと言ってましたね。そのお寺というのがですね、当然場所は、伏せてくださいと言われてるんで、ちょっとご紹介はできないんですけれども、かなり大きなお寺なんですよ。お寺の本堂がある、建物が敷地の中心にあって、その、両脇にまた別の建物が2つ3つほどあるような、それが大きなお寺だったんですよね。そこで Y さんお勤めをしていたんですが、修行僧の頃というのは当然普段のお寺のお勤めもあるんですけれども、お寺の細々とした雑務を任されることも多いそうなんですよ。で、そんな雑務の中の一つに夜警というものがあったらしいんですよね。夜の警備です。本堂のある中心の建物、そこに宿直室があるらしいんですけど、そこに寝泊まりをして、で、夜中にその、建物の中を見回りをすると、そういう、お勤めがあったそうなんです。そのお寺というのは防犯のシステムというのはあったそうなんですけれども、昔から修行僧というのはそこで、宿直室に泊まって夜警をするという決まりはありましたので、その習慣はずっと続いていたそうなんです。で、ある時この Y さん夜警の当番が回ってきた時があったんですよね。宿直室に泊まって、夜過ごしていたそうなんですけれども、夜の24時を回ったあたりぐらいですかね、そろそろ見回りに行かないといけないと、そういう時間になりましたので、鍵を持って、その鍵というのは、その建物の中の、いろんなその部屋の鍵なんですけどね、その鍵を持って、見回りに向かったそうなんですよ。その本堂なる建物の3階から順番にこう見て回るんですよね。夜中のお寺ですからね、明かりはほとんどないんです。非常灯はついてるんですけどね。初めての時はやはり非常に不気味で苦手だったそうなんですが、もう何度か夜警をしてるんで、この Y さんも慣れていたそうなんですよね。懐中電灯を持って3階の廊下を歩いて、順番に不審者がいないかとかですね、ちゃんと施錠がされているか、そういったのをチェックして回っていたそうです。3階から2階に降りて、そして2階を見て回って1階に降りて、特に何の問題もなく、夜警していたそうなんです。で、その建物というのがですね、地下もあるんですよ。地下1階、地下2階とあって、地下の2階が
霊廟になってるんです。いわゆるお墓ですよね。いろんなご遺灰が収められているエリアがあって、地下の1階が物置になっている、そういうエリアだったんですよね。でこの地下1階に入った時だったんです。 Y さん突然体全体を覆うような寒気を感じて気味が悪くなったそうなんですよ。普段は慣れているはずなんですが、なぜかその時だけちょっと嫌な予感というか、嫌な気配みたいなのを感じたそうです。とにかく早く見回りを終わらせて帰ろうと、そう思って地下1階廊下を歩いて奥へと進んだんですよね。でその地下1階には物置があるんですけども、そこの部屋に入ったんです。その物置というのはだいたい5メートル四方ぐらいのスペースがあって、で仏具であるとか、普段使われないような机であるとか、そういったものが、置かれてるんですよね。で Y さんその物置に入って懐中電灯で中を照らしてみたんです。真っ暗な部屋の中、丸いライトの明かりがその部屋の中を照らしているんですけども、当然誰もいないんですよ。で 2,3 歩部屋の中に歩みを進めて、 Y さんさらにスーッと正面をライトで照らした時に思わずあっって言ったそうなんです。その物置の奥にはもう一つ別の部屋があるんですよ。扉が一つあってその奥に何かスペースがある。ところがその部屋を使われているところを Y さん含め同僚も誰も見たことがないそうなんです。いわゆる開かずの部屋というふうに言われていたそうなんですよね。その扉が3センチほどですかね、開いてたそうなんです。えっと思ったんですよね。この部屋を使ってる人はこれまで見たことがない。夜中12時過ぎた、そんな深夜にもかかわらずその扉が開いている。もうその時点で Y さんおかしいと思ったんですよ。嫌な予感はしたんですけどね。ただ開いてる以上はやはり中を見ないといけない、警備ですからね。とても嫌だったんですけどね、恐る恐る近づいて扉のそばまで向かったんです。板張りの床が歩いているとギシッギシッこの音が鳴るんですね。それもまた非常に気味が悪い。その扉3センチほどのこの隙間を開けて開いていたんですが、その隙間から Y さん中を覗いたんですよ。もう墨で塗ったように真っ黒で何も見えなかった。扉に手をかけてゆっくり開いたんです。ギギギギギ音を立てて扉がゆっくり開いた。そして Y さん持っていたライトでその部屋の中照らしたんです。感覚的には4畳半ほどの大きさだったと言ってましたけどね。中何にもなかったそうなんですよ。それがまた気味が悪くて、この部屋一体何なんだ、そう思ったそうです。ただその時 Y さん気がついたんですよ。その部屋の鍵というのは外側から鍵穴に鍵を挿して施錠する、そういう扉だったんですよね。つまりこの扉が開いているということは内側から誰かが開けないと開かないんです。その時間帯鍵を持っていたのは Y さんなんですよね。つまりこの扉が開いているということは何者かが中から開けたんじゃないか、そうとしか考えられなかった。それを考えると Y さんゾッとしたんです。とにかくすぐ帰ろう、そう思ってギューッと扉をまた閉めて、で鍵をかけた。で帰ろうと思ってスーッと後ろを振り返った時、 Y さん思わず絶句したそうです。今まで自分が歩いてきたその道、そこにびっしりと濡れた足跡がついていたそうなんです。それよく見ると裸足の子供の足跡なんです。ちょうどその開かずの間から物置の入り口に至るまで一直線に濡れた子供の足跡がついていた。当然ここに向かうまでの間そんな足跡はなかったんです。Yさんもう言葉を失ってしまったんです。で震えながら当然
帰るためにはその足跡の上を歩いて入り口まで向かわないといけないんですよね。ゆっくりと歩いていったんです。そしたら入り口付近でその足跡なくなっていたそうなんですよね。一体これは何だろう。そう思った時、自分のすぐ右耳のすぐそばでキャハハハハ、子供の笑い声がしたそうなんですよ。気がついたら Y さんもう絶叫して走って逃げていたそうです。宿直室まで戻って急いで別の建物にいる、自分の同期ですね、同期の僧侶電話をして呼びつけたそうなんですよ。おいごめん、今大変なことがあった、急いで来てくれないか、そう言ったんですよね。慌てて2人ほど同僚の、僧侶が駆けつけてくれたんです。そして3人で地下1階の物置小屋まで行ったそうなんですよね。ところがその足跡なくなっていたそうです。いや本当にさっきここに、ね、子供の足跡があったんだ。マリさん同僚に説明したんですよ。自分が嘘をついていると思われるのが嫌だったそうです。ただ同僚の2人は疑うどころか、やっぱりお前を見たのか、そんなこと言ったそうなんですよね。おそらくその地下1階には何か、子供の霊なんでしょうかね、何かがいると、そういったことを知っている人は何人かそのお寺にはいたそうなんですよね。その子供の霊の正体が一体何なのか、それは未だにちょっとわからないんですと Y さん言ってたんですけどね。ただ Y さんがその後先輩に聞いた話らしいんですけどね、もともとそのお寺かなり古いお寺なんですよ。で戦時中にその地下1階の奥の部屋というのが、遺体の安置所になっていたという話をしてた方がいたそうなんです。それが直接の原因になるかどうかわからないんですが、昔からそういう形で使われていた場所で、今は基本的には開けないようにしている、そういった場所らしいんですよね。まあ、そんな不思議な場所があるお寺、そんな話を聞かせていただきました。マリブルと申します。とある居酒屋でお聞きしたお話なんですけども、仮に A さんとしておきますけども、男性の方から聞いたお話なんですね。その日 A さんは白いシャツにスラックス姿で、まあ、仕事の帰りだったんでしょうかね、まあ、とても温厚そうで人の良さそうな方だったんです。すぐに打ち解けて、何か不思議な体験はありませんかって聞いてみましたら、あ、僕一つだけあるんです、今度自宅でお話聞いてくださいませんかということになって、自宅でお話を聞くことになったんです。向かいには A さんが座っていらっしゃって、その隣には奥さんが座っていたんですね。まあ A さんの自宅ですからね、奥さんも一緒に A さんのお話を聞きたかったんでしょうね。奥さんと一緒に A さんのお話を聞くことになったんです。このお話はね、僕が10代の頃のお話なんだけど、その当時両親と妹、祖父母と一緒に実家で暮らしていたんだ。ある時ね、僕と妹がとても可愛がっていたペットの猫が死んでしまったんだ。特に可愛がっていた妹が大層悲しんで、死んだ後も猫と一緒にいたいってダダをこねたんです。そしたら両親が考えあぐねた結果、動物霊園ではなくて自宅の庭、広い一角、見晴らしのいいところ、縁側からすぐ見える場所に猫のお墓を作って、そこに猫を埋めたんです。その猫の名前はノエルって言ったんだけどね。それから毎日僕は妹と一緒にノエルのお墓にお米をお供えして、ノエルが天国に行っても幸せに暮らせますように、妹と一緒に毎日毎日お祈りしたんです。毎日毎日お祈りしていたら両親が死んじゃったんですよね。ある日二人してふらーっと外に出て行ったと思ったら、それっきり戻らなくて、1週間ぐらいしてからだったかな、
両親が二人して田んぼに頭を突っ込んで溺死していたって言うんですよね。こんなお話を A さん楽しそうにするんですね。ご両親が亡くなったお話ですよ。ご両親はどうしてそんな亡くなり方されたんですかって聞いてみると、あ、それはね、簡単なことなんですよ。両親は僕と妹を呪い殺そうとしてたんです。ある時ね、妹がどうしてももう一度ノエルに会いたいっていうもんですから、僕、骨になったノエルを見せてあげようと思ってノエルの墓を掘り起こしたんですよ。そしたらそこに骨はなくて、代わりに髪の毛の束と爪のかけらが数枚入った紙包みが出てきたんです。で、僕それを見てね、ああ、両親が僕と妹を呪い殺そうとしてるんだって気がついたんですよね。だからその紙の束、他のところに捨てて、で、知らない顔をしてノエルの墓を埋め直して知らんぷりしてたんですよね。そしたらなんか両親が日がな一日ぼーっとすることが増えてきて、で、ある時二人して外にふらーっと出て行ったと思ったらそれっきり戻らなくて、で、一週間くらいしてからですかね、田んぼに二人して頭を突っ込んで溺死してたって言うんですよね。こんなことを A さん危機として話すんですね。じゃあノエルはどうやって亡くなったんですかって聞いたんです。すると、あ、ノエルですか、ちょっとこれは妹には内緒にしててほしいんですけど、両親と妹がいない時にノエルと遊んでたんです。そしたら手の甲を引っかかれちゃって、イラッときてノエルを押し倒したらノエル動かなくなっちゃったんですよね。で、両親と妹にはノエルが高いところから落ちて動かなくなったって嘘ついたんです。嘘ってバレなきゃノーカウントって言うでしょ。この嘘ね、バレてないんですよ。だから脳幹なんですよ、脳幹。優しそうだった A さんがもう人が変わったかのように危機として話すんです。で、僕ね、このお話聞いていて、あ、このお話違うなって思ったんです。ご両親が A さんと妹を呪い殺そうとしたのではなくて、 A さんがどこかで見聞きした呪いを使ってご両親を呪い殺したんじゃないのかなって、なんか直感的に思ったんですよね。人を呪わば穴二つって言いますよね。人を呪い殺すには呪い殺す相手の墓穴と、それと同時に自分の墓穴も掘ることになるんですよ。呪いというのは巡り巡って自分に返ってくるんですよって僕は認識しているんですけども、まさに巡り巡った呪いが A さんのもとへ帰ってきつつあるのではないかな、そう感じたんですよね。っていうのもね、もし僕の憶測が本当だとすると、人を呪わば穴二つ、 A さんはお父さんとお母さん二人を呪い殺していることになるんですよね。 A さんに掘られた墓穴は2つあるんです。 A さんがこのお話を危機として話している最中、隣にいらっしゃった奥さんがしきりに僕に向かって、ねえ、なんか獣臭くないですか、ほら獣臭い、やだ獣臭いですよね、獣臭い、ねえ獣臭いですよね、うちの主人獣臭いですよね、そんなこと言うんですね。で、その奥さんの言葉まるで聞こえていないかのように A さんは危機として自分の話を話し続けるんです。そのお二人の姿を見ていて、あ、きっとそういうことなんだろうな、もうこのお二人とはこれ以上お付き合いしない方がいいんじゃないかな、そう思って、本日は大変貴重な体験を聞かせていただいてありがとうございました。お礼だけ言って早々に A さんのご自宅を後にしたんです。こんなお話をね、聞かせていただきました。ありがとうございます。
師走田五郎と申します。どうぞよろしくお願いいたします。この話、僕の友達の山田君の話なんですが、彼、金魚から、特にデメキンから愛されてる男なんです。例えば金魚すくいに行く、入れ食いなんですよ。ここまで彼が金魚から愛されるようになったのにはこんなわけがありまして、今から15年ほど前、彼30を過ぎたあたりで初めて彼女ができたんです。3歳年上のとしこさん。彼女、自分の住んでいるアパートにデメキンを2匹飼っていた。オスメス、赤と黒、つがいのデメキンで、ある日の朝、そのとしこさんから山田君に一本の電話があったんです。泣いていて何を言っているんだかわからない、心配になった山田君、会社に行く前に彼女の家に寄ったんです。そしたら部屋の中でとしこさんしく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 泣いている。どうしたのって聞いて、もうずっと泣いていて指さすんですよ。その指の先には丸いガラスの金魚鉢があって、黒いデメキンが一匹腹を上にしてぷかぷか浮いてるんです。あー、デメキン死んじゃったからこんだけ泣いてるんだ、そう思ったものの、さすがに金魚が死んだだけで会社休めませんから、ごめんねって、何かあったら電話ちょうだい、そう言い残して彼会社に向かったんです。その日の夕方、としこさんから山田君に電話があった。朝とは打って変わって上機嫌。あのね、今日クリームシチュー作るから絶対うち寄ってねって。あ、元気になってよかったなと思った山田君、会社が終わった後まっすぐ彼女の家に向かった。玄関ドアを開ける。なんだか匂いがするんです。魚の腐ったような生臭い匂い。見るんですよ、玄関の脇に丸いガラスの金魚鉢がある。金魚一匹もいなかったんです。死んでいる黒のデメキンだけじゃない、元気にね泳いでいた赤色のデメキンまでいなくなっている。それどころか水すら入ってなかったんです。あれ、どうしたのかなって思った山田君に、ねえねえ早く早くって、としこさんが部屋の中から手招きをしてくるんです。折りたたみ式の小さなテーブルがあって、その上に2皿のクリームシチューが乗っている。湯気を立てていて美味しそうだった。山田君、早速そのテーブルに向かってあぐらをかくと、2人していただきますと、そのクリームシチューを一口口に入れた。なんだかものすごい生臭い味が口中に広がって、思わずペーって吐き出したら、その吐き出したもの、魚の鱗であるとか長細い腸が、うわ、何なんだと。山田君、彼女の方を見るんですよ。でもとしこさん、普通に、クリームシチュー食べ続けている。あのさ、これ何入れたの、クリームシチューに。としこさん、ずっとねもぐもぐクリームシチューを食べながら、すっと指を指した。その指の先にあったものは丸いガラスの金魚鉢で、でもね、その金魚鉢の中、赤と黒のまだら模様がうね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 動いてるって言うんです。よーくそれを見たら、赤と黒のデメキンが何十匹もガラスの金魚鉢の中にみっちりと詰まっていて、全部が全部山田君の方を見てね、
口パクパクさせていたって言うんです。思わずね、何あれって。山田君、敏子さんの方を見た。そしたら敏子さんも、うわ、金魚みたいに口をパクパクさせていたと思ったら、何やら吐き出したんです。その吐き出したものがテーブルの上に落ちている。デメキンの目玉だった。何これ。思わずね、山田君、そのテーブルの上のデメキンの目玉をじーっと見て何も動けなかったって言うんです。それが数秒なのか数十秒なのか。ねえねえ、大丈夫？敏子さんが山田君に声をかけた。え？敏子さんね、なんだかキョトーンとした顔をしてこちらを見ているんです。山田君、っていうか、何今の、何ねえ、何合点のいかないような顔をしていた敏子さんだったんですが、山田君が話を、今あったことをね、バーッと言っていったら、ああもしかしてと、彼女こんなことを言ってきた。なんでも敏子さん、小さい頃からオスメスつがいでデメキンを2匹飼っていたそうなんです。ただそのうち1匹でも死んでしまうと、生きているデメキンと合わせて2匹供養と称して食べていたそうなんですよ。その数、大人の今に至るまで20数匹。だから山田君さ、さっきデメキンがいっぱいいるって言ったじゃん。あれってさ、私が今まで食べてきたデメキンたちの幽霊なのかもしれないね。いいな、山田君、あの子たちと会っていいな。私もまた会いたいな。また食べたいな。そんなことがあってから、山田君、なぜか金魚から愛されるようになったって言うんです。でももっと不思議なことは、山田くんが金魚から愛されている以上に、山田くんが愛してしまったって言うんですよ、敏子さんのことを。このことがあってから3日後には彼ら籍を入れたって言うんです。それから10数年経って、山田くん、敏子さん、そして3代目になる2匹のデメキン、家族4人で今でも仲良く暮らしているというお話です。以上です。ありがとうございました。怪談アイドルさやかスターです。よろしくお願いします。この話は友達が高校生の時に演劇部に所属していた頃の話なんですけど、その時2年生にカオルっていう子がいて、3年生にヨウコ先輩っていうちょっと性格が怖い先輩がいたんです。でその年の夏休み、ある施設に合宿することになりまして、その施設っていうのはもともと廃校となっていた小学校をリフォームして市が格安で貸し出しているっていう宿泊施設だったんです。そこに2泊3日することになってました。で、陽子先輩と薫が2人1部屋で泊まることになっていたんですけれど、その合宿の日中の練習時間内に薫が陽子先輩に一方的に怒られていたそう で、雰囲気すんごく悪かったんです。それを見かねた顧問の先生が、気を使ってくれて薫を1年生たちの部屋に移してあげることにしたんです。
だから陽子先輩、もともと2人で使う予定だったんですけど、1人でその宿泊施設、部屋にね、泊まることになりました。で、夜になって自分の部屋に戻ろうとしたら、で、陽子先輩、自分の教室の、扉をガラッと開けたんです。そしたらその教室、シーンとしていて、まあ、真っ暗で、で、そんな中、教室の真ん中にポツンって自分の寝る布団が一つだけ敷いてあるんです。それ見たらなんだか怖くなっちゃって、不気味に感じてしまって、身支度早く終えてもう布団に潜り込んだんです。もう早く寝ちゃおうと思ったんです。そしたらキュッって廊下から足音が聞こえた。これ上履きでなんか歩く音だなって気づいて、カオルが私のところに謝りに来たのかなって思って自分から廊下に出たんです。でもそこに廊下に誰もいなかった。あれなんだろうって思って、次の日の朝それが気になってたから1年生たちとカオルにね、あんたたち私の部屋まで来たって、特にカオルなんかこういたずらなんかしてないって問い詰めたんですけど、1年生たちもカオルも誰もそんなことはしていないって言うんです。そしてその2日目の夜になって、また陽子先輩一人でその部屋に戻りました。でも昨日ちょっとそんな不気味なことがあったからやっぱり怖いなって思って、なんとなくちょっと恐怖心からそのやっぱり昨日と同じように教室の真ん中にポツンって自分の寝る布団が敷いてあるんですけど、その布団を教室の一番後ろの端っこの方にずーって引っ張ってそこで寝ようとしたんです。そしたらそこで仰向けになって寝転んでみたら、教室の後ろの方って木のロッカーがずらーっと並んであるんですけど、仰向けになったらその木のロッカーの裏面の部分の板が見えるんですよ。そこに数あるうちの一つだけびっしり何か彫られているような、書かれてあるような文字がたくさん見えたんです。え、何あれって思って陽子先輩それまじまじとよく見てみました。そしたらそれ全部名前だったんですよ、誰かの。で、そのたくさん名前が書かれてある一番下の方に、しねかおるって彫られてあるんです。ずーっとして陽子先輩もう怖くなっちゃって布団をギュッて握りしめて潜り込んだんです。そしたらキュッ、また廊下の奥から音が鳴ったんです。昨日と同じ音、キュッキュッキュッ、キュッ、こっちのお部屋に近づいてくる。怖い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 って思ってギューって握りしめて潜り込んでいました。で、キュッ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 って走り出してきて、ガラガラガラって扉が開いた。耐えきれなくなった陽子先輩バッて布団を剥いでもう反対側の扉から出て廊下走り抜けたんです。そして階段降りようとした時に誰かが背中をドン。気づいたら次の日の朝だったそうなんですよ。陽子先輩そのまま階段から転げ落ちちゃってて意識失ってたんですって。で、足を骨折してしまって担架で運ばれていたんですね。そしてその時にカオルとその施設の担当者さんが話しているのを見かけたそうなんです。それがなんだかなんだか気になってその後々知ったんですけど、カオルってその施設だからもともと廃校になっていた小学校の元卒業生だったそうなんです。それを知った陽子先輩カオルのことが怖くなっちゃったし、でもやっぱりあの夜誰かが私の背中を押したんだっていう強い気持ちもあったし怖くなっちゃってそのまま部活を辞めてしまったそうです。ありがとうございました。ドクター牧田氏と申します。よろしくお願いいたします。普段はですね、昼間は精神科医として働きながら、夜はラッパーとして活動しておりまして、でたまに、こういったですね、怪談ですとか、まあ、怖い話を収集させていただいております。このお話、拓也さんが20歳の時の、大学1年生の春の話なんですね。この拓也さん、地方のですね、とある町から浪人を経てですね、東京の大学に合格したっていうんですよ。
拓也さんのその出身の町っていうのはですね、まあすごいかなり田舎で、東京のまあ生活に憧れてたそうなんですよね。で、まあ拓也さん真面目なんでね、これといった大学に入ってからこう特技だったりとかね、人と仲良くなる術がなかったっていうんで、何をしてみんなにアピールしようかと思ったら、やっぱりね、新刊でのお酒の飲みっぷりだっていうんですよ。拓也さん、今まで別にね、未成年のうちはもちろんお酒も飲んだことないような真面目な方だったんですが、やっぱりここはコンパでね、盛大にお酒を飲んでみんなに好かれてアピールしなきゃって、そう思ったそうなんですよ。それで連日大学1年生の春、慣れないお酒をですね、毎日毎日飲んで、千鳥足でお家に帰る、そんな日々を送ってたっていうんです。そんなある日、いつものように最寄り駅から降りて自分の家に向かって歩いているとですね、拓也さんの家の近くの路地に、男性がうずくまってるっていうんですよね。 5,60 代ぐらいの男性に見えたっていうんですけれども、拓也さん、その方、まあ自分もね、酔っ払ってますんで、まあまあ俺も酔ってるけどこの人も大概だななんて思いながら、その横をずっと通り過ぎようとする。すると、ものすごい勢いで応答してるんですって。しかもね、拓也さんがその男性の横をすれ違う間にですよ、まあ大体おおよそ成人の男性がものすごい勢いで応答する時の、まあ最初の一発目のね、ド派手な応答、これをね、3遍もしたっていうんですよ。拓也さん、さすがにびっくりしちゃって、こんなに人間って吐けるものなのか。普段ね、困ってる方がいても別にこうとりわけ手を差し伸べるようなことはしないっていうおっしゃってたんですけれども、その時に限っては拓也さん、ちょっとこれお水の一つでもあげた方がいいんじゃないか、そんな風に思ったんですって。でパッと見ると近くに自動販売機があったので、拓也さん駆け寄ってですね、お水を2本、その人のために購入したっていうんです。もちろんそのお水を購入する缶もですよ、その方ボーンド派手にですね、もう先ほどと同じくらいのボリュームの応答を何遍も何遍もしている。いやいやいや、これは大変だ大変だ。お水2本をパッと取ってですね、その男性のもとにパッと近寄ろうとすると、その男性いなくなってたっていうんですよ。どころか、その男性がさっきまでしていた路上の吐砂物も一切なくなってたっていうんです。拓也さんね、もう狐につままれたような気持ちになって、まあお水2本持ってね、帰ったっていうんですよ。そしてね、その次の日から、拓也さん、今までどうにか無理して頑張ってお酒を飲んでたのが、いくらでもお酒がスル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 入っていくようになった。サークルの中でもね、年上の先輩なんかも含めても一番の飲み頭になって、そのサークルどころか大学中から、飲み会にあいつを呼んだら豪快で楽しいんだなんて言われてね、大学中の人気者になったっていうんですよ。で大学どころかね、その飲み会の席のつてを使って、拓也さんそのまま就職先を見つけて、会社の中でもこいつはいい飲みっぷりだね、社長に気に入られて、取引先に気に入られて、どん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 拓也さん、お酒の席でお酒の力を使って昇進していったっていうんですよ。拓也さんね、僕にこう話してくれました。いやー、牧田先生、僕はね、あの時に出会ったもののことをね、神様だと思ってるんですよ。僕はね、吐き神様って呼んでるんです。あの吐き神様があの日僕に出会ってくれたおかげで、僕はこんな力を手にすることができたんですよ。でもね、いつからいなくなってしまったんでしょうかね。拓也さん、震える手を押さえながら、自分がつい最近まで入院していた慢性期のアルコール病棟に入るきっかけになったお話を私に聞かせてくださいました。吐き神様という話でした。ありがとうございます。
どうも、怪談家の阿弥と申します。普段いろんなところでおしゃべりさせていただいておりましてですね、メディアだったり配信だったりいろんなところでしゃべってると、ありがたくそれをご覧になった方が、いろんなお話を聞かせてくださることがありまして、すごく短いお話なんですけども、すごく心に残ったお話がありまして、これは一体何が怖いのかっていう話なのかもしれないです。利用客も結構多い大きな駅で起きたお話だそうです。そこの駅、路線もいっぱい通ってて、でその中の一つのとある路線を抜けてすぐのところにある大きな、通路といいますか、ホールといいますか、そこは、改札を抜けた人たちと今から改札をくぐる人たちですごい人数いるそうなんですけども、これが、通勤ラッシュの時間なんかはもう相当なものになりまして、そんなこの日のですね、夕方、彼女は働いてた会社から、この駅まで来まして、自宅に戻るため改札を抜けて、外に出ようとしてたそうです。すると改札を抜けて駅の外まで行くその道中の通路ですね、人々がものすごく行き交うその最中で、壁際の方でですね、少しなんていうんですかね、きれいめなというか女性の方がおられまして、おそらく若そうなんですよね。そして、その目の前にはですね、おそらくパッと見の見立て30代、中盤ぐらいなんでしょうか、少し大柄の男性の方、大柄といっても屈強な感じというよりはちょっとお腹が出ているような感じの、大柄な方がおられましてですね、この大柄な方がその綺麗な女性の方が、言ったら壁を背にした状態で、まるでなんか追い詰められてるかのように遠目で見えたんですよね。で一応自分も女性ですから、なんか男性がね、ああいう感じでちょっと高圧的に話しかけてくる感じ嫌だよななんて感情もあって、その様子を遠目で見ながらその方向に自分も歩いていくんで、どんどん近づいていくわけですよね。で近くまで行った時に気づいたんですけどね、男性結構目の前でその女性に向かってぐわーって喋ってるんですけども、その口調そんなに怖い感じじゃなかったんです。じゃあなんか詰めてるっていうよりはもうすごいラブラブとかそういうことなのかなっていうぐらい柔らかく話しかけてるんですが、女性の方はずっと嫌そうなんですよね。なのでこれなんだかおかしいなと思ってたんです。女性すごく嫌そうだなと思いながら、その様子を見ながらもうすぐ目の前ぐらいまで来ちゃったんです。今自分とこの、男女との距離なんて 6-7メーターしかない。そこで彼女そのまま通り過ぎることができず立ち止まったんです。立ち止まるとその女性の方がですね、話しかけられながらこっちをちらっと見てすごい困った顔してるんですよね。で男性の方を見てまたこっち見て困った顔してる。これ助けてあげた方がいいのかななんて思いながら、どうしよう。でも男性結構ね、ちょっと大きめの男性ですし、何かちょっと変な気を起こされた時に女性の自分じゃちょっと勝ち目もないし、困ったなと思って周りになんか一緒に助けてくれるような人いないかななんて思いながらも、やっぱ人々は行き交うわけなので、しょうがない、これ自分が行くしかないかと思って声かけよう、その2人に向かって 2,3 歩出たタイミングで横にいた男性の方から、話しかけない方がいいですよって言われたんですよ。でと思ってその男性の方を見ると、どうやらお仕事帰りなのか、スーツ姿にロングコートの男性だったんです。話しかけない方がいいですよ、この男の人いつもこうなんですって言うんです。男の人いつもこうなんです。でも女の子は困ってませんかって小声で言うと、女の子、女の子って言うんです。ほらこの男性が話しかけてる女の子なんか困ってませんかって言うと、女の子、それどういうことですかって言われたんです。その時に鳥肌がさーって立ったんですよね。と思ってもう一回パッて見ると、あのちょっと大きめの男性ね、壁に向かって一人で話しかけてるんですよ。引き止めてくれた男性にも何も言わずにさーっと走って逃げちゃったんですよね。もしかしたらその男性は
引き止めてくれた方が言うように、いつもそこで壁に話しかけてる実際に生きてる人間かもしれないんですけども、壁際に立ってた女性、それは生きてる人じゃないのかもしれない。そう思った時に何が怖いって、亡くなられた方が立ってることもそうなんですけど、それに向かってしょっちゅう話しかけてる男性って何なんでしょうね、という、そんなお話です。クラブ DJ 怪談収集家の響です。この話は私の知人でクラブの DJ をしている K さんという女性の方から聞かせてもらった話なんです。今から20年近く前のことと言ってましたが、K さん当時東京の、とある大学に通っていたそうなんですよ。大学では割と人付き合いも良くてですね、いろんな友達がいたそうなんですが、その中に仲良くしている A さんという女の子がいたそうなんですよね。で、この A さんというのがちょうど大学のすぐ近くに、そこのアパートに一人暮らしをしていて、よくこの A さんの家に遊びに行くことがあったそうなんです。で、ある時、この K さんはまた A さんの家にこうアパートに遊びに行くことがあったんですけれども、その日はこの A さんの家に一晩泊まるという形で遊びに行ったそうなんです。コンビニでお菓子とかお酒を買ってですね、で A さんの家で2人楽しくおしゃべりをしながら、過ごしていたそうなんですよ。でとても仲が良かったんで、いろんな話題でこう盛り上がるわけですよね。でどんな話題でちょっと盛り上がっていたかは記憶定かではないそうなんですが、楽しくしゃべっている途中に突然この A さんがスーッと真顔になって、ここ幽霊が出るのって言ったそうなんですよ。話の脈絡、突然ぶった切るように A さんがそんなこと言ったので、 K さん思わず、え、何言ってんのって言ったんです。するとこの A さんがキョトンとした顔をして、何がって言うんです。いや今あんた幽霊が出るって言ったけどって言ったんですが、この A さん、え、何それ気持ち悪い、話が噛み合わないんですよ。 K さん最初聞き間違えたのかなと思ったんですよ。まあでもあんまり気にしててもしょうがないんで、まあ、また楽しくおしゃべりしていた。するとまたしばらくしてこの A さんがスーッと真顔になって、ここ幽霊が出るのって言うんですよね。 K さんさすがに気味が悪くなって、もうそんなこと言わないでよ、気持ち悪いじゃない、え、もし幽霊がいるなら幽霊ってやっぱり足がないのかな、まあ、そんな感じで、まあ、話を楽しい方向にごまかしたそうです。まあ、ただやはり A さんとその点に関してはなんかこう会話が噛み合わない、まあ、変だなと思っていたんですけどね。ただお酒も入ってたんで基本的にはこう楽しく会話をして、まあ、その日は2人で寝たそうです。で次の日の朝になって、この A さんは大学の1限目から、講義が入っていたそうなんですよね。で K さんはその日、午後からしか講義がなかったそうなんで、まあ眠たかったというのもあって、ちょっとごめん午後までうちで寝かせてって言って、 K さんはその A さんのアパートでそのまま寝たそうです。 K さんはそのまま布団でうとうとと横になっていたそうなんですけれども、ちょうどこううつ伏せで寝ていたんですよね。すると、まあ、時間でいうと朝の9時か10時ぐらいですかね、突然寝ている自分の背中の上、そこに誰かがぐーっと覆いかぶさるように乗ってきたんです。思わずえっって思ったんですよね。一瞬泥棒か誰かが入ってきたのかと思ったらしいんです。ただそのアパート小さな部屋ですからね、人が入ってきたなら必ず玄関の扉が開く音が聞こえる。でもそんなことは一切なかったんです。背中の上に誰かが乗っている。もうとても恐ろしくなって、誰って言おうとしたんですが体が動かない、いわゆる金縛りの状態だったんです。
そうしてる間にも背中の上の重みはぐーっとこう増してくるんですよ。どうしよう、そう思って焦り始めた。ただこう首だけがかすかに動いたそうなんです。で、Kさん、ゆっくりとうつ伏せのまま首を横に動かして上に乗っているものを確認しようと思ったんですよ。するとちょうど自分の足のあたりが見えたんですけれども、自分の寝ている足の上に別の人の裸足の足が見えたんです。ただその足、靴下だけ履いていたそうなんですよ。かなり具体的に見えたので、Kさんもう恐ろしくてパニック状態になったんです。体に力を入れてもがこうとするんですが動かない。すると突然自分の上に乗っている何者かが自分の後頭部をポンポンポンと叩くそうなんです。もうその時点で Kさんもう気絶しそうなぐらい恐ろしかったんですが、もう力を振り絞ってやめてって叫んだそうなんですよ。すると声が出たそうなんです。そして全身ふーっと楽になって悲しみが溶けたんですよね。そしてそのまんまこう飛び起きるようにこう体を起こして辺りを見渡した。ところが部屋には誰もいなかったそうです。恐ろしくなってもうその部屋にはいられなくなって、 Kさん急いでそのアパートの部屋を出たそうです。夕方になってこの部屋の住人である A さんに会ったんですよね。そしてこの話をしたそうなんですよ。ごめん、これ言っていいかどうか分かんないんだけど、今日ね、 A ちゃんの家で昼まで寝ようと思ったんだけど、突然背中の上に誰かが乗ってきたの。そう言ったんです。そしたらこの A さんがとても驚いた顔をして、え、何それ、気持ち悪い、そんなこと言わないでよって言うんですよね。で、 K さんが、いやでも本当なのよ、ほら A ちゃんも昨日言ってたでしょ、この部屋幽霊が出るって、やっぱり幽霊この部屋にいるんじゃないかなって言ったら、 A さんが真顔で、私そんなこと言ってないよって言ったそうなんですよね。今考えるともしかしたら A さん何かに取り憑かれていたんじゃないだろうか、 K さんそんな風に思うそうなんですよね。それ以降その部屋に行くことはなかったそうなんですけれども、もしかしたらあのアパート、いわゆる幽霊が出ると言われているそういった物件だったのかもしれない、そんな話を聞かせていただきました。しわすだ五郎と申します。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんは刺繍嗅いだことありますか？僕、不動産業界に20数年いて、仕事柄事故物件によく行くんです。これ5年ほど前のことなんですが、当時僕の知り合いの業者さんで川原さんという50代の男性がいまして、彼と一緒に千葉県にあるとある事故物件に行ったんです。その物件、まだ真新しい2階建ての戸建てで、もともとは40代の女性がそちらを持っていた。この女性、独身で一生懸命働いてお金を貯めて土地を買って、その土地の上に注文住宅で家を建てた。完成された家の引き渡しを受けた当日、2階にある日当たりのいいリビングで彼女、首吊って亡くなっていたっていうんです。発見されたの死後2日目だった。ブランブラン揺れる彼女の足元には一通の遺書があって、こんなことが書かれていたそうです。私は今まで一人で生きてきて、理想の家を建てるために頑張って働いてきて、ただ実際にその家の中に入ったら、独り身の私には
あまりにも広すぎて、このままずっとこの家で住んでいく自信がありません。先立つ不幸をお許しください。そういったことがつらつら書かれていて、一番最後に不動産屋でお世話になった川原さんという方がいらっしゃるから、この家をもし処分するとしたらその方に頼んでくださいということも書いてあったんで、遺族の方が川原さんにこの家を売ってくださいと連絡があって、すぐさま川原さん僕に電話をしてきたんです。あ、五郎君、あのさ、五郎君のところさ、事故物件買い取りするでしょ、ちょっとさ買取価格出してくれないかな。僕、川原さんと一緒にその物件に行ったのは価格査定をするためだったんです。川原さん、その家にまだ中入ったことがないって言うんです。外観だけを見たことがある。玄関ドアの前まで行くと、彼おもむろに鼻栓とマスクをしだした。あのさ、事故物件ってさ、多かれ少なかれ嫌な匂いするでしょ。俺あれ嫌なんだよね。だから最近事故物件入るときは必ず鼻栓とマスクしてるんだって。そんなことを言いながら彼鍵を開けて玄関ドアガチャッと開けて中入ったんです。そしたらその瞬間、うわいやな匂いに包まれる、まるで生ゴミの山の中に顔をうずめられたようなひどい悪臭。思わずね、僕咳込んでしまって、もうここにはいられないとばかりにその家からバッと飛び出して玄関ドアガチャッと閉めて、もうね5分たち10分たちそれでも ようやく落ち着いたんですが、ただね気づいたんですよ。あれ、河原さんまだ家の中から出てこないって。心配になった僕、嫌だったんですけれども玄関ドアの方まで行って、河原さん河原さんって言ったら、扉がねガチャッと開いてスッと少しね開いたんです。その扉の隙間から彼顔を半分覗かせて、あのさ、この家さ、すっすごいいい匂いするんだよ。そう言ってた川原さんの顔、鼻栓もマスクもしてなかったんです。あれだけ刺繍の匂いは嫌だ、鼻栓とマスクは絶対するんだって言ってた川原さんの変わりぶりに、僕ちょっと怖くなってしまいまして、あ、すいません、今日帰らせてもらいますって言って逃げるようにしてその場を離れたんです。僕の方からね、その日以降連絡が取りづらくて、川原さんの方からね連絡が来ることもなかったんです。そんなことがあった2ヶ月後、僕の携帯に1本の電話が入った。電話に出るとそれ川原さんだったんです。何でもね、川原さんの話によると、あの事故物件買った人がいるって言うんですよ。誰が買ったのか、川原さん本人だって言うんです。でも川原さんすでにご自宅を持ってますし、にもかかわらず奥さんの反対を押し切ってまでお金をかき集めるだけ集めて、借りられるだけ借りてあの物件買ったって言うんです。それが原因で奥さんとは離婚、子供たちとはバラバラなのに、電話口の川原さん笑ってるんですよこんなことがあったんだよあー、そう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 、俺さ最近さ新しい女ができたんだよ。これがさ物静かないい女で、
俺の帰りずっと家の中で待ってるんだよ。本当にさ、俺今幸せだな。河原さん、今誰と暮らしてるんでしょうかね。以上です。ありがとうございます。マリブルと申します。僕は普段、居酒屋とか、まあ、バーに行ってそこで知り合った方に何か不思議な話はありませんか、怪談話ご存じないですかねって聞いて回るのが趣味なんですけども、そんなことをしているといろんな小話が聞けるんですよね。でそんな小話が集まって一つのお話になるなんてことがたまにあるんです。そんなお話をさせていただこうかなと思うんですけども、僕の住む地域のすぐ近くに細い2本の川で挟まれた小さな土地があるんです。今から20年くらい前ですかね、そこにその地域初出店となるファーストフード店がオープンしたんですね。その地域初出店というだけあって大層繁盛したんです。繁盛していたのにもかかわらず、しばらく経ってそのファーストフード店閉店してしまったんですね。それから誰とはなしにある噂話がささやかれるようになったんです。その噂話っていうのがね、そのファーストフード店に首から上のない着物姿の体が現れて、バタ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 店内を歩き回るっていうんです。バイトの子がそれを目撃してしまって、バイトが続かずに経営が立ち行かなくなって、そのファーストフード店は繁盛していたのにもかかわらず閉店してしまったっていう、そんなね噂話がささやかれてたんですね。他にもね、いろんなエピソードがあるんです。でね、この噂話、その地域に住む人たちは大体知ってるっていうくらいとても有名なお話なんですね。でも直接そこでバイトをしていた、お仕事をしていたっていう方から僕は一度もお話を聞けていないんです。まあ20年くらい前のお話ですから無理もないんですけども、そんな中、とある居酒屋のマスターからお聞きできたお話なんですけども、何か不思議な話はありませんかねって尋ねてみたところ、あー、そういえばさ、俺あそこの土地にあったファーストフード店よく行ってたんだよね、学生の頃さ、あそこのファーストフード店の近くに住んでてです、でさ、その当時から幽霊が出るって有名だったんだよ。でよくあそこ食べに行ってたんだけど、あそこの2階イートインスペースになってて、そこの天井にさ、人の頭ぐらいの大きさの黒いシミが浮いてたんだよね。で俺が見た限り 2,3 階かな、天井の壁紙張り替えてるんだけど、その都度人の頭くらいの大きさの黒いシミが浮き出てきてたんだよ。でたまにお客さんがいない時に2階のイートインスペースで飯食ってると、なんか腐ったような生臭いような変な匂いがするんだよ。でどこから匂いしてるのかなって匂いをたどっていくと、その天井にある黒いシミから匂いしてたんだよね。へえ、そんなことあったんですか。初めてそのファーストフード店で体験されたっていう方のお話聞けたんですね。へえ、やっと一人そんなお話聞けたなんて思ってたんですけど、それからしばらく経ってまた別の方に聞いたお話なんですけども、たまたま行きつけの居酒屋で知り合った方で、男性の方だったんですけどね、大層もう酔っ払ってらっしゃって、何か不思議な話ありませんかねって尋ねてみると、あー、そういえばさ、あそこの土地にあった丸々ラーメンっていうラーメン屋さん知ってる？もう潰れてないんだけどさ、あそこの店長俺の大親友だったんだよね。その親友、丸々ラーメンの店内で自殺してるんだ。
その映像がカメラに映っていて、それを俺見せてもらったんだ。深夜お客さんがいなくなった後、こちらに背を向けるようにしてうなだれるようにしてカウンターの席に一人座り込む親友が見えるんだ。何を思ったかわからないんだけど、バッと立ち上がってぐるーっと厨房の方に回り込んで包丁を取り出して自分の首を、自分で自分の首を切って自殺したんだ。その映像が監視カメラに映っていたんだ。俺はそれを見たんだ。ちょっと申し訳ないんですけども、にわかには信じられないんですよね。そういう事件性がある映像というのは、警察の方とかその映像を管理している管理会社のごく一部の方しか見れないはずなんです。どうやってその映像を見たのか。まあお酒の席ですからね、そういうお話をしてくださったのかな。話半分でお聞きしたんですね。でそれからちょうど1年くらい経ったある日ですね、また違う方からお聞きできたお話なんですけども、とある立ち飲み屋で知り合った男性の方だったんです。何か不思議な話はありませんかって尋ねてみると、ああそうだ、あそこの土地にあった〇〇ラーメンって知ってますか、もう潰れてなくなっちゃったんですけど、あそこの店長僕の親友なんです。1年前と同じようなことを話されるんです。でちょっと僕は思わず、えちょっと待ってください、その店長ってもしかしてですけど、大変申し訳ないんですけども、その店舗内で自殺された店長さんのことでしょうか。尋ねてみると、え自殺、いやいやいや自殺なんかしてない、してない、そういう話じゃないんだよ。あ僕がね話そうとしたのは、何て言うんでしょう、あの会社自体がとてもブラックな経営をしていて、そういう一コア話っていうの、そういうお話ししようと思ったんだけど、あでもそういえば僕の親友が辞めた後に店長になった人が確かあそこの店内で自殺したっていう話は聞いたことあるよ。え、じゃあ1年前に聞いたあの話って本当の話だったのかな。え、どうなんだろう。結局〇〇ラーメンの店長がその店内で自殺したっていうお話、もう一人の方、合計3人の方からお聞きすることができたんですね。全く面識のない別々の3人ですよ。こんなことあるんだな、そう思ってたんですけども、またしばらく経ったある日、別の方からお話を聞けたんですね。たまたまバーで知り合った男性の方なんですけども、何か不思議な話はありませんかって尋ねてみると、ああそうだな、あそこの土地にあった〇〇ラーメンって知ってる？もう潰れてないんだけどさ、あそこ好きでよく行ってたんだよね。で、たまにお客さんがいない時に一人でラーメン食べてると、なんかさ、店内が腐ったような生臭いような匂いがするんだよ。で、何の匂いだろうと思って厨房を覗くんだけど、そんなものないし、どこから匂いしてるのかなって匂いたどって行ってみたら、天井に人の頭ぐらいの黒いシミがあって、そこから匂いしてるみたいなんだよね。これもうお分かりかとは思うんですけども、一番最初に話したファーストフード店、そしてこの〇〇ラーメン、時期は違えど全く同じ土地の同じ場所に建っていた建物なんですね。最初にファーストフード店がオープンして、嘘か本当かは分からないんですけども、幽霊話で閉店して、一回さら地になった後に同じ場所に〇〇ラーメンが建ったんですね。そのファーストフード店と〇〇ラーメンの天井には黒いシミがあって、そこから腐ったような匂いがする、同じようなお話を全く面識のない方たちが話したんです。ちょっとゾクッとしましたね。こんなことあるんだな。それからね、しばらく経ってまた別の方からお話聞けたんです。男性の方だったんですけども、ある居酒屋で知り合って、で何か不思議なお話ないですかねって聞いたら、これさ、あんまり人には言えないんだけど、俺ね土建業の手伝いしてるんだよ。で、あそこに〇〇ラーメンってあったの知ってる？なんだかわからないけど急に閉店しちゃってさ、で、あの店舗を取り壊して
さら地にする仕事を手伝ったんだ。でさ、次にどういう店舗が建つかわからなかったから、ちょっと深めに地面を掘って整地したんだよね。そしたらさ、まさにあの丸々ラーメンの真下からだよ、大量の古い人の骨が出てきたんだ。しかもその骨さ、頭蓋骨だけなんだよ。今までご紹介したお話、どれも首に関するお話なんですよね。でね、この土地の100メートルほど南に行ったところに形状跡地供養塔っていうものが建ってるんです。まああまり関連付けたくはないんですけども、でもあまりにも首に関するお話が多すぎるんですよね。で、気になってその町の孫子、まあ村の歴史書ですよね、それを図書館に行って調べてみたんです。そしたら昭和49年道路の区画整理のために形状跡地供養塔を100メートル南に移動させたっていう記述があったんですね。ということは元あった場所は100メートル北になるんです。地図を開いて今ある供養塔を100メートル北に動かすと、そこはファーストフード店と〇〇ラーメンがあった土地の敷地内なんですね。一つ一つのお話は小さなお話なんですけども、そういうものが合わさって一つのお話が見えてきた、こんな経験をさせてもらいましたね。ありがとうございます。ドクター牧田氏です。よろしくお願いいたします。私、昼間は精神科医、夜はラッパーというですね、まあ、変わった肩書きの持ち主であるんですけれども、これはですね、自分の友人のですね、医師の、K 君から、聞いたお話でございます。この K 君、大学の時にですね、ちょっと変わった授業があったっていうんですよ。これ春休みを1ヶ月間潰してですね、まあ、実際に患者さんを見る臨床の医者ではなくて、研究をベースに行っている、医師免許を持っていながらね、研究をベースに行っている先生方の研究室でですね、まあ、患者さんを直に治すっていうこと以外の、まあ、医者としてのキャリアを勉強するというですね、医学研究入門っていう単位があったんですって。これまあなかなか普段は見られないような研究をメインにしているドクターの活動を見れるっていうことで、まあ一部の学生からはすごく好評だったっていうんですけれども、 K 君、まあまさにですね、あのこんな授業を待っていたような学生でして、というのも K 君は将来ですね、法医学者というものになりたかった。この法医学者っていうのはですね、まあ、法医学っていうものを扱う学者なんですけれども、法医学っていうのを簡単に説明するとですね、病院だったり医療がこう介入していないところで人が亡くなってしまった時に、その人がなぜ亡くなったのか、どういうタイミングで何が原因で、死に至ったのか、そういったことをまあ解明するようなね、まあ割と警察の、あの要請があって出動してこう調べるとかっていうことがある、多かったりするんですけれども、そういった学問の道に進みたかったのでですね、ちょうどその法医学研究っていう単位があったのでですね、その大学の法医学の研究室に、まあ、あの1ヶ月間お邪魔することになったんですね。で、この法医学の研究室の教授という方がですね、まあ、ものすごくですね、ちょっとこうキャラクターが強い、まあ、名物教授だったんですよ。決まった学年で授業、法医学の単位の授業を持ってまして、で、学生、全学生にまあ講義をするんですけれども、なかなかちょっとね、こうまあ普段報道される事件の裏側だったり衝撃的な、まあその症例ケースっていうのをまあ教えてくださる。その中でもね、あの特に印象に残ってるっていうのが Y 字の木っていうエピソードがあるんですよね。これ
まあ、アルファベットの Y の形の木のですね、ちょうどこの二股の部分に首をこうかけて亡くなっている方がいたと。まあ、おそらくちょっと変わり種の、まあ、首吊りの自殺の一種だということで、まあ、捜査はそういった判断をしたそうなんですけれども、この教授ちょっと特殊な権限がありまして、そういった人が亡くなった現場からですね、まあ、調査という名目でその場にあったものをですね持って帰ることが許されていたんです。まあ、もちろんそういった、人が亡くなった現場にあったもの、遺留品にどんな化学物質がついているのか、どれくらい力をかけたら変形するものなのか、まあ、いろんな死の状況をですね調査するために、そういった遺留品だったり人が亡くなった場所にあるものを持って帰ることが許されていた。ただこの教授ちょっと変わったことにですね、その遺留品をですね、まあ、そのご自身の、まあ、教授室にですね、まあ、基本的には、遺留品はお返しするんですけれども、行き先が不明になったものですとか、まあ、ちょっと所在が分からなくなってしまった遺留品が大量にですね、その教授室に展示してあるという、まあ、ちょっと遺留品コレクターのような趣味の悪いですね、側面がある方だったようでして、なんと今回この人がですね亡くなった、二股の部分で首を吊った木をですね、研究の材料としてわざわざ切って持って帰ってきたっていうんですよね。これはなかなかここまでする教授は他にはいないということだったんですけれども、まあその教授は、自慢げにですね、その Y 字の木が私の研究室にあるから、もし興味がある人はこの研究の単位を取ってくれたらどっかでお見せしますよ、なんてことを講義で言うんですって。まあ K 君別にそれが見たくて行ったわけではないんですけれども、なんとなく1ヶ月の研修期間が終わりに近づいて、そういえばせっかくだからY 字の木を見せてもらおうって、そんな風に思ったんですって。である日教授に、あ、そういえば教授授業で言ってた人が亡くなったY 字の木、あれちょっとよかったら見せていただきたいんですけれども、そんなことを伝えると教授は、じゃあ今日の午後何時に教授室に来てください、ぜひぜひ見せてあげますよ、まあ、心よく引き受けてくれたんですね。言われた時間に教授室に行ってみる、トントンと教授室の扉を開けると、薄暗い部屋の中に教授がポツンと椅子に座って虚空を眺めているんです。ああ、いらっしゃい、ああ教授ありがとうございます。確かに言われてみると、壁に取り付けられた棚にずらーっといろんな遺留品、まあ授業で扱ったものですとかね、いろんなものがあるんです。ただ例の Y 字の木だけが教授室にないんですって。あれ教授、いやたくさんいろいろありますけど、例の Y 字の木はどこにあるんですか、 K 君尋ねると、教授はポツンと虚空を見つめたまま、何言ってんだね君、 Y 字の木は右の壁にかかってるだろう、そう言うんですって。でも右の壁見ても何の棒切れもかかってないんですって。全く Y 字の木のようなものはないんですって。え、 K 君、いやいや教授何言ってるんですか、どこにも Y 字の木なんてないですよ、と言うと教授は、いやそこにあるだろう Y 字の木が、君には見えないのかい、ぼーっと虚空を見つめながらそんなことを言う教授に、 K 君少し気味が悪くなってしまい、ちょっとお茶を濁すようにして、ありがとうございましたと教授室を出るんですね。その後なんとなく教授には気まずくて、 Y 字の木の話はおろか、あまりこうプライベートなお話をすることはなくなってしまったっていうんですよね。教授はちょうどその年の春を経て、次の学年からですね退官になりまして、まあ、その後も、そんなにこの学問をやってる先生が多くないということもあって、まあ、OB のような形でちょくちょく研究室に戻ってきては後輩の指導をしてたそうなんですが、まあ、ただ学生の授業とか第一線からはその年をもって退いたっていうんです。その後も K 君は法医学教室にちょくちょく勉強させてもらいに通ってですね、学生医学生を卒業した後は法医学の医師として正式にその教室の一員としてですね勤務を始めるんですね。そんな、ある年教授が、まあ、病気でお亡くなりになった。 K 君、まあ、同じ職場の人間ですからね、代表して、まあ、教授のうちにお線香を立てに行ったそうなんですよ。お付き合いは長かったそうですけれども、初めて
教授のお家に行くことになりまして、で、まあ、ピンポーンと教授のお家を訪ねると奥さんが出てきてですね、まあちょっと急にあの人も亡くなっちゃったから、まあ、ちゃんとしたまだ仏壇がなくてね、簡易的なものなんですけれども、あそこにちょっとね遺影とかがあるのでちょっとお線香をあげてあげてください、そんな風に通された今、まあちょっとしたサイドボードの上のスペースにですね、教授の遺影があって、そして遺灰があって、でお線香立てがあるんですけれども、その教授の遺影の前にドーンと Y 字の木が飾られてたっていうんですよ。圭君あっけに取られてポカンとその様子を見つめていると、あ、これね、うちの主人もね変わった人だったんだけどね、自分が死んだらこういう形でね家の前にこの木をこういうふうに添えて飾ってほしいってしきりに言ってたのよね。なんか気味悪いわよね。圭君 Y 字の木のエピソードを数年ぶりに思い出してゾーッとした気持ちで教授の方をパッと見てみると、 Y 字の木の二股の間からニコッと笑った教授の家がこっちを見ていたそうです。 Y 字の木というお話でございました。ありがとうございました。クラブ DJ 怪談収集家の響です。私の知人で、仮にこの方千恵さんとさせてください。千恵さんという女性がいるんです。まあ、とても明るくて朗らかな方なんですけどね、この千恵さん本当につい最近のことらしいんですが、自分には奇妙な能力があるのかもしれない、そんなふうに思った出来事があったそうなんです。これ2022年の時の話らしいんですけどね、この千恵さん仲良くしている女友達からある相談を受けたそうなんです。その内容というのが、その友達、結婚している方らしいんですが、旦那さんに最近浮気をされた、この旦那と離婚していいのやら、それとも、仲直りしていいならわからない、どうしたらいいんだろう、そんな相談だったらしいんです。で、千恵さんとてもこう人に慕われるような性格の方なので、親身になってその相談を聞いてあげたんですよね。そしたらその友達の旦那さんっていうのが、聞けば聞くほどちょっとひどい方で、で浮気もするし、確か借金かなんかもしてて、でしかも、ちゃんと家にお金を入れないとか、まあ、いろいろとこう良くない、そんな旦那さんだったらしいんです。で千恵さんもこう親身になって相談を聞いてますからね、話を聞いてるうちにだんだんとこう腹が立ってきたらしいんですよ。で友達の旦那に対して、もうそんな男ねひどい目に遭えばいいのよ、もう離婚しちゃえば、まあ、そんなふうにも言ったそうです。そして話の最後には、この千恵さん、もうそんな男ね私だったら思いっきり顔面を殴ってやりたい、もうひどい目に遭えばいいのよ、そんなふうに言ったそうなんですよね。千恵さん本気でそう思ったそうです。とても仲のいい友達ですからね、そんな友達にひどいことをするような旦那に許せない、そんなふうに思った。するとその数日後のことらしいんですよね。その友達の旦那さんが、サーファーをやっててですね、海にこうサーフィンに行った時に、自分が使っているサーフボード、それが高波に煽られて顔面を強打したそうなんです。そして鼻の骨が折れて、もう大量に出血すると、そういった怪我をしたという話を聞いたんですよね。それを聞いた時に、この千恵さん、まあ、天罰が下ったのよ、まあ、そう思ったそうです。で、ただそんな男、私だったら顔面を殴ってやりたいっていう言葉を吐いた。で、そんな出来事が起きた。まあ偶然の一致にしてはいや出来すぎた感はあったんですが、まあこれも天罰だなと、まあ、そんなふうに思ったそうなんですよね。で、そんな出来事があったんですが、それが2022年の夏の話なんです。そこから数ヶ月後、今度は2022年の秋のことなんですけれども、この千恵さん、大阪にまた親しい友達がいるんですよね。で、久しぶりにその大阪の友達と電話をしていたら、その友達、とても悩み事があって相談に乗ってほしい、そんなことを言い始めたんですよね。で、
まあ、かなりプライベートな話になるんで、よかったら大阪に来てくれないかな、交通費も出すから話聞いてほしいの、まあ、そういうふうに友達が言うんですよね。でチェーさんも話を聞いてあげたかったんです。ただその時仕事がとても忙しくてですね、でその友達にですね、あごめんね、本当に大阪まで行ってあげたいんだけど今仕事が忙しくて、まあでも行けるとしたら私の上司が何かの理由で会社に来れないとか、そういったことがあれば仕事を休むことができるかもしれないけど、私の上司が仕事熱心で、まあ休むことなんてほとんどないのよね、そんな話をしたんです。そしたらその数日後、その千恵さんの上司、上司が住んでいるその家というのが確かぼや騒ぎのような、そんな出来事があって、でかつですね、その上司の、お母さんが急死されたんですよね。そういうことがあって、その上司がしばらく会社に来れなくなった、そんな状況になったんですよね。それでこの千恵さん会社を休むことができて、大阪の友達のところに行くことができたそうなんです。そんなことが続いたんですよね。でその時に千恵さん、私が強くこうあってほしいと念じたことがなぜか立て続けに実際に起きている、それに気がついたんです。でそれに気がつくと、これまで自分が生きてきた過去の出来事がうわーって思い出されるんですよね。そうすると、まあ、100% ではないんですが、こうあってほしいと自分が強く念じたことが実現するような、そんな出来事がいくつか思い出されたそうなんですよ。もしかしたら私、人にないようなそんな不思議な能力があるのかな、そんなことを考えた時に、千恵さん小学生の頃の記憶を思い出したんです。その記憶というのがですね、まあ、彼女がまだ実家に暮らしている時なんですが、お母さんと2人でお母さんの運転する車に乗っていたことなんですよね。その出来事を思い出したんです。まあ、それが、学校の帰りだったのか、どっかに、買い物に出かける時だったのか、それは忘れたそうなんですが、お母さんが運転する車、その助手席に千恵さん座っていたそうなんですよ。でふと前を見るとですね、住宅街の道路だったらしいんですが、道路の真ん中を自転車に乗っている男の子がいたそうなんです。でその男の子、自転車に乗りながら遊んでたんでしょうね。この道路の真ん中を左右に蛇行運転してるんですよ。運転しながらお母さんが、あの子危ないわね、こんなとこであんな自転車乗り方して、文句を言っている。千恵さんも助手席に座りながら、危ないよねって話をしてたんですよね。ただその正面の自転車の男の子は一向にその蛇行運転をやめないんですよね。そしたらお母さんが隣で、ちょっと見てて、あの男の子を道路の脇まで連れて行くから、そう言ったんですよね。するとその蛇行運転してる男の子、突然何かにパーンと弾かれたように吹き飛ばされたんです。そして道路の脇に飛ばされて転んじゃったんですよね。千恵さん横で見ていて、あっって言った。お母さんこれどういうこと？って言ったら、お母さんほら危ないでしょ、そう言ったんですよね。ただその直後お母さん言ったんです。でもね、私よりおばあちゃんの方がもっとすごかったからって言ったんですよね。その時の光景を千恵さん思い出したそうなんです。もしかしたら私の家系は何かそういった力を引き継いでるような、そんな家系だったのかなっていう話を、つい先日私聞かせていただきました。ただ千恵さんそれに気がついた時になぜかとてもちょっと怖くなってですね、まあ、それ以降はこうネガティブなことですかね、誰かを傷つけようとか、そういったネガティブなことは極力考えないようにしていると、まあ、そんな話をしてくれました。
どうも怪談家の阿弥です。普段いろんなところでおしゃべりをさせていただいておりましてですね、でありがたくですね、例えば全国、ツアーで行かせていただいたりすると、その行った先の会場なんかでですね、公演が全て終わった後、会場の外なんかで、出待ちというやつですかね、待っててくださる方とかもいらっしゃってて、そういう方々と写真撮ったりとかね、あの応援の、お言葉をいただいたりとかする時間がすごく嬉しかったりするんですけども、先日全国ツアーでですね、青森県の方に行った時に会場の外で、そうやって声をかけてくださった方のお話になるんですよね。その方、おそらく40前後かなって、まあ、はっきり聞いたわけじゃないですけども、それぐらいのお年の男性の方で、坊主頭のですね、なんだろう、ちょっと、がっしりとした感じの、方だったんですけども、今独身で一人暮らしをなさってるっていうんですね。でよくね、お仕事終わりとか、車の中で家に帰りながら、怪談を聞いてますよなんて言ってくださっててね、あの非常に嬉しかったですね。一緒に笑顔で写真なんかも撮って、喜んでくださったんですけども、その時ね、一つだけいいですかって言われたんですね。その方で、青森県の方で一人暮らしをなさってるんですけども、お仕事がですね、基本的には朝8時過ぎに車で出発して、で外仕事らしいんですね。で終わって、大体いつもまあ終わり次第なんですけども、夕方6時だったり7時だったりぐらいに車で家に帰ってくるそうです。で一人のもんですから、気ままにですね、気分で、途中に、お店によってご飯を食べて帰ることもあれば、買って帰ることもあるそうなんですけども、そんな移動中にいつも、僕の怪談を聞いてくださってるってことなんですよね。その日はですね、僕が怪トークっていうシリーズを実はやってましてですね、普段はね、本当に3、4分ぐらいの話から、長くても10分ぐらいの話を、YouTube にボーンと上げてるんですけども、その怪トークっていうやつがね、2時間ぐらいあるんですよ。それのちょうどいいタイミングで、家に着いちゃったみたいで、家に着いてからもう続きを聞いたそうなんですよね。でそれを聞きながら、買ってきたご飯なんかをね、袋から出して準備してみたいなことをやってたんですけどもね、彼住んでるのね、アパートの1階なんですよね。でここのアパート、まあ古くはあるんですけども、別に今まで変わったことなんか一度もなかったんですよね。でもその時なんですよね、その階段の動画をね、まあでも音声コンテンツなんでね、画面を見るわけでもなく耳だけで聞いてるとですね、それを聞きながらご飯を食べてる最中にガタ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 って震えたらしいんですね。おっと思ってびっくりして、地震かなんて思ったんですよ。で地震かなんて思ったんで、とりあえずまあテレビはつけてましたんで、テレビの方をパッと見る。でテレビつけてるんですけども、今階段聞いてますからね、音はね、消してたらしいんですね。でももしこれが地震だったら、なんか上に緊急速報みたいに出るんじゃないかななんてテレビの方チラチラ見てたんですけども、どうやら出る様子がない。ちょっとね、一度、まあ、さっきまで携帯で、階段動画を音声流してたんですけど、一度止めてツイッターを開いたそうです。ツイッターに地震って入れて検索してみるんですけども、そんなつぶやきをしてる人は一人もいなくて、あれと、おかしいなぁなんて。で例えばね、よくあるお話だと、古い家の横なんかをトラックが通るとね、揺れるなんて話あるじゃないですか。ただ彼の家っていうのが、そういう大きな道路から結構中の方に入り組んだ細い道の先にある、周りも民家に囲まれた立地なもんで、今まで住んでてそんなこと一度もなかったそうなんです。彼の家が揺れるみたいなことは今まで一度もなかったのに、この日なぜか初めて揺れたっていうんですよね。でおかしいななんて思って、その後しばらく、まあ、過ごしてて、でももしかしたらこれがね、何かの地震の、大きな地震の前触れだったりしたら嫌じゃないですか。一応 気にしながら過ごしたらしいんですね。でとりあえずまあいいやと思ってご飯を食べながら、あどうしよう、階段の続き聞こうかな、あテレビもなんか面白そうなのやってるな、テレビが面白そうだったんで、もう今せっかく階段止めたタイミングなんで、ちょっとテレビでやってるバラエティを見始めたんですって。でバラエティを見始めて、あ面白いななんて思いながらそれを見て、ね、でバラエティがちょうど終わると、この次の番組までの結構長い CM の時間ありますよね。そのタイミングで、まあ、テレビの方また音を消して階段聞き始めたそうなんですよね。ガタ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 って揺れ始めたらしいんですよ。ちょっと待ってと思って、とりあえず階段止めてみたんですって。でも階段止めた後もなんだかガタ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 揺れてると思って、えもしかしてこれ自分のこのテーブルが何かとかって思いながら部屋の中を見るんですよね。するとね、食器棚の中の、食器も細かに向こうのでカタ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 ってなってるし、
どうやら向こうの方に置いてある、タンスなんかも揺れてるように見えるんですよ。なので、あ、これはテーブルがどうとか自分がどうとかじゃなくて実際に地震が起きてると思って、そのままカタ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 ってなってるのがどうしようって思ってたら、あのそのまま、このカタカタとは別なんですよね。奥の方にある、いつも布団を入れてる、まあ、押し入れがあるんです。この押し入れの下の段にいつも布団を入れてましてですね、寝るときに引っ張り出してで敷いてっていう感じなんですけども、この襖がですね、あのなんかカタ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 っていう音とは関係なく横に分かりやすくサーって開いたらしいんですね。真ん中まで綺麗に開いたらしいんですよ。びっくりして、でもうわーっと思ってそれ見たんですけど、布団が詰め込まれてて上には自分のね物がごっちゃな状態で置いてある、ただそれだけなんです。そう思ってたら揺れがピタッと収まったんですよ。うわー怖っ。待ってくださいよ、これ階段亜美さんの見てたからだと思うんですよね、やめてもらっていいですかって言われたんですよね。そう言われてもっていうお話です。